ーゼア全国の受験生の皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表の平です。今回ですね、まあ、またね、森田先生からもう前日に、平さん第二日程もやりましょうよみたいな連絡が急に来まして、それでまあ急遽やってみることになりました。まず結論から言いますと、国語の第二日程に関しては第一日程と比べると、まあ、よりセンター試験っぽくなったかなっていうのが感想です。うん、これがまあ一番大きな感想かな。で、どういうことかっていうと、第一日程の時は結構センター試験っぽいなっていう感じがまあ多々したわけですよね。ただ、今回第二日程になってみて、もっとセンター試験っぽかったです。というか、もうセンター試験じゃんっていう感じの問題でした。旧センター試験は2021年の1月入試を見越して、まあ、ちょっとずつこうセンター試験の各大問のラストの方に共通テストを見越した形式の問題っていうのを盛り込んできたと思うんですけど、2020年2019年あたりのセンター試験とも全く同じスタイルと言っていいでしょうね。まずじゃあ大問1の評論から言っていきたいと思います。僕個人的には、正直ね、第一日程の方が第一問はやりやすかったかなという印象ではあります。まあ、各予備校とかが若干活かしたよねっていう風な公表を、まあ、国語全体で置いてるんですけども、大問1の評論に関しては僕は正直第一日程の方がやりやすかったですね。まあ、その理由なんかも話していきたいと思うんですけども、長めの評論があって、で内容一致どういうことですかとかの、まあ、選択肢の問題があるなということなんですけれども、漢字はね、第一日程の時はね、1個ね難しめなものがあったけど、今回の第二日程に関しては5個全部簡単ですね。これはもう5個とも取らなきゃダメです。まあ、問2、問3、問4はもう旧センター試験もろですよね。問2が意外とややこしいのかなって、なんか椅子のスタイルの話になってきてるんだけど、問2が若干ややこしいかなっていう感じはしますかね。でもまあまあ取れるでしょう。問3、問4標準的、ただ問4はやっぱりこう、まあセンター試験らしいというかね、まあ共通テストだけど、まあ長い選択肢を部分部分で切って解かないといけないから、やっぱり長い選択肢っていうものをどうやるのかっていうところをちゃんとね、指導者にトレーニングを受けてきた人であれば、まあまあ標準レベルで解けるものかなっていう感じはしますね。で、問5、問6も旧センター試験と同じスタイルですよね。ただ第一日程の時は表現技法というか、全体の論理構造とかをね、問題にして、第8パラグラフにはこういう役割があるみたいなね、だいぶこう範囲が狭められてたよね、第一日程の時はね。だから探しやすかったんだけど、第二日程のこの問い5、範囲が広いよね。第1パラグラフからもう選択肢1なんか2から5パラグラフまで見て分析しないといけないし、選択肢2は5、6パラグラフ、選択肢3は6、7パラグラフで、選択肢4は8パラを分析してっていう感じになって、もう行ったり来たりしないといけないから、なかなか大変ですよね。結構問5が時間を食っちゃうなぁと。問6もすごく時間を食うんですよね。で、時間を食う上に、皆さん第一日程の僕の講義覚えてますか？これ合致しないものだから、それ以外のものっていうのは結構合ってるような合ってないようなみたいなスタンスになるんですよね。だから今回、まあ選択肢1と5が正解なんだけど、1と5がね合致してないっていうことになるんだけど、僕が第一日程の時に解説したあのスタンスで確実に違うところをズバッと、合ってるような合ってないような、なんかよくわからないなみたいなもので、勝手に勝負しない、待つ勇気というかね、これが勝敗を分けたかなと。問6に関しては、問5は時間は食うけど解ける。普通にセンター試験の過去問とか、あと共通テスト対策の実践問題集とかやってた人であれば解ける。で、問6もまあ解けるけど、僕が第一日程の解説で言ったように合致しないものの選択肢の特徴っていうものにトレーニングが詰めてるかどうか、ここがまあちょっとポイントになってくるかなとは思います。ある意味大問1はまあ満点取ってもおかしくはないけど、第一日程より結構時間を食う問題が問5、問6に来てるから、焦らされるかなっていう印象ね。それで正答率が落ちたりとかするかなっていうような印象でした。はい、次に大問2、小説ですね。で、小説はね、第一日程と比べると、まあ同レベルかやや以下かなって感じ。うん、まあちょっとこう小説不思議な文章ではあったけどね、なんか皆さんと同じぐらいかな、まあ大学生ぐらいっていうことだから、中退したんだね、こう心情の揺れ動きみたいなね、一人の女性との出会いからのまあ揺れ動きみたいなものが表現されてるわけなんですけれども、問1、うはまあ大丈夫として、危惧したがね、選択肢4、5で迷うかなという感じはするんだけど、まあここはまあ文脈で4でしょっていうところができるかなとは思いますね。ここはまあ文脈勝負でいいと思います。まあ基本的には辞書的に優先だけど、4、5でどうしても迷うと思うので、もうそうなったら文脈ですよね。問2に関しては、小説ってね、これまあ第一日程の解説講義でも話したけど、結構評論と比べるとヒントを拾ってズバンと、もうこういう内容の選択肢が答えのはずだっていう風に持っていけるかっていうと、そうではなくって、ヒントを拾ったらば、そのヒントを元にして選択肢を割と消去法で切っていくっていうのが、まあ小説の解き方ではあるので、もしズバズバ行こうとしたら逆に時間食っちゃって
しょうがないというかね。問い2はまあ標準レベル。問い3も標準レベルですね。まあ、問いの4番がちょっと長いよね。だからまあ、大問1でもそうだったけど、やっぱり問いの4番にちょっと選択肢が長い旧センター試験らしい問題が来るのかなっていう感じですかね。だからまあ、この問い4がしっかりと選択肢を絞り込めたかっていうところのまあ、鍵になってくるかな。ただ、難易度っていうとそうでもないです。難易度は普通です。標準レベルですね。問い5も長いよね。問い5もまあ旧センター試験らしい問題ですよね。問い4、問い5、このあたり標準レベルだから、冷静に長い選択肢を切れたかっていう、まあ、ここに尽きるだろうなというふうには思いました。問い6なんですけど、問い6の19番は OK なんだけど、20番の方がちょっとちょっと難しめかなーっていう感じはするんですよね。まあ、選択肢2、5はすぐ切れると思うんですよね。で、選択肢3も後半部、仕事に意義や楽しさを積極的に見出していく。こんなね、ポジティブじゃないからまだ。なので、まあ、選択肢3もなしとして、選択肢1、4あたりで迷った人多いんじゃないかなというふうに思うんだけど、選択肢1、なんとなくこれあったような気がするんだけど、よく本文振り返ってみるとないんですよね。自分の過去と向き合うみたいなシーンはあるから。だけど、周囲の誰に対しても打ち明けられないまま、うん？ここまでのことかとかね、目をそらしてきた悩み、高校を中退したことそんなに悩んでたのかなとかね、結構勝手な憶測が入っちゃうんですよね。なんとなく言ってたような気がして、だから選択肢1で引っかかってなければいいなというふうには思いますね。だからまあ小説もまあ評論と同じくで、まあうまくいけば満点取ってもまあまあおかしくはないかなとは思います。で、次に、古文。古文がね、やっぱポイントだったと思います。第一日程の時には、古文がすげえ難しかったんだよね。一見読みやすそうに見えて、実は大外し、大誤読しちゃうっていうね。そういう大問だったんだけど、今回大問さんの古文は素直でしたね。とても素直。というか、第一日程がクレイジーだっただけなんだけどね。やっぱ本来、この試験はこのぐらいの難易度だよねっていう感じですね。で、今回第三問が、まあ、山路の露って、まあ、源氏物語のね、後ろの方の物語なんだけど、山路の露って書いてた瞬間、また僕びっくりグッとしたんですよね。確かね、平成8年か9年か10年あたりの早稲田教育学部の古文が山路の露だったんですよね。で、シーンもまた似てるんですよ。出家した女がいて、そいつに、そっちではお母さんだった気がするんだけど、会いに行くみたいな。で、会ってくれ、いや会わない、会ってくれ、いや会わないみたいなやりとりがあって、もうそっくりなシーンなんですよね。あれもしかしてと思ったら、さすがにちょっと場所は今回はずれてましたね。で、まあ結構いい問題だったなと思いますね、今回の大問さんはね。簡単すぎず難しすぎず。問い1のあはまあ大丈夫でしょう。これは普通にもう単なる語句の問題で、もう古文単語帳通りに解けます。いの方が難しいな。いできるかなって思いますね、僕ね。これ、い選べないんじゃないかなと思ってます。で、問い3はね、選択肢3、4、5は簡単に絞れたと思うんですよね。ただ、選択肢1と2でちょっと迷った人もいるかもしれないんだけど、よって確かに前世っていう意味があるよね。で、ありしっていうのはまあ以前のっていう意味になってくるから、まあ合わせて前世みたいな意味なのかなって思うかもしれないんだけど、選択肢1絶対ありえません。なんでありえないかっていうと、だってさ、文脈考えてみなよ。ここってさ、出家しちゃった女に後を追って男が会いに来たシーンでしょう。となったら一緒に昔の話をしたいっていうような文脈になるはずであって、例えばじゃあ女子生徒の皆さん想像してみてください。1年前ぐらいに私から振った何々くんが1年ぶりに私の前に急に現れた。そしてこう言い出すんです。いやあ、何々ちゃん、前世の話でもしようじゃないか。やべえやつ炸裂ですよ、そんなの。で、昔話をするならわかるけどさ、前世の話は良くないでしょ。前世からの縁であるはずだと、この二重防線部ね、ありし世の夢語りをだに語り合わせまほしゅう。語りたいって言ってんだよ、前世を。ありえないでしょ。そんな気持ち悪いやつはいません。ということで、文脈で普通に絞り込めてほしい。問い3、これが結構ポイントになるかなって、消去法の問題だけど、これが差つくんじゃないかなって感じですね。選択肢1とかはね、確かにね、本文にぼかしってあるんですよね。だから優美な様子って思うかもしれないけど、その前にさ、やつしたれどってあるね。やつすってね、これ出家するって意味とみすぼらしくなるって意味があるのよ。だからみすぼらしい様子がなんかマッチしてるんだよねっていうことを見てて、でそれが優美だっていうとさ、こう豪華だとかさ、すごくこうきらびやかなイメージだけど、そういうことじゃないんだよ。なんか味があるみたいな、ヴィンテージっぽいみたいな内容なんで、ここは優美だはおかしいんですよね。あと選択肢4で迷った人も多かったと思う。女気味の経験さに改めて心惹かれたんじゃなくて、これ引っ掛けです。後の問い5の選択肢3にもあるんだけど、心惹かれたのは
女君のその姿に改めて心惹かれたっていうシーンだから、女君の軽減さに改めて心惹かれたわけではありません。だからまあこの選択肢1とか4とかで引っかかった人がいたかな。で、問3をねまるで切り抜けられるかどうかっていうのが、まあ僕が共通テストセンター試験の古文では35点以上を死守しようっていつも言ってんだけど、そこを守れるかどうかの鍵になってくるかなと思います。問4はね、これは2つともいけます。まずね、選択肢1、3、5はまあ絶対簡単に切れるでしょう。選択肢4も軽率な行動を後悔したか罰なんで、で考えると、やっぱりまあ選択肢2と5に絞り込めますよね。で、選択肢2と5はもうズバリあるんで、ちょっとね、選択肢2のシーンがね、若干読みづらくはあるんだけど、でもそれでもまあ2は選べるでしょう。で、問い5。問い5はね、片方は当ててほしいんだよね。選択肢3はバッチリあるから、これは絶対当てたいよね。選択肢4、5は結構、結構ね、迷うんじゃないのかなと思います。この女君が、この和歌を歌った心情っていうのが、はっきりは書かれてなかったと思うので、女君の反応とか見てもちょっと見えづらいかなという印象だ。第一日程と比べると古文は、ほんといい問題になった。第一日程がちょっとクレイジーだっただけですね。第4問の漢文はいい問題。少なくとも漢文は第一日程よりはもう少し難しくなったかなという。簡単なんだけどね、でもね。まあ難しくなったというかっていう感じだけど。第一日程と比べると、まあ知識で解く問題と文脈で解く問題のバランスが良くなったから、センター漢文、共通テスト漢文の難易度ってこんなもんだよねっていう感じにはなりましたね。問い1。まあ選択肢 A はね、後ろの文脈読んだら一発。選択肢 E は、これはもう空法だよね。兄べけんや。もう一発ですね、これもね。で、問い2。これも文脈で解く問題ですね。上のしかれどもの前後関係との絡みで言ったら選べますね。で、問い3。また兄があるんだよね。兄としかず。まあこれでもう簡単に選べるでしょう。これも知識問題ですよね。空法を選んであげればいいだけですからね。兄2連発はちょっとずるいよね。ずるいというか美味しいけどね、こっちはね。問い4。もう言わんやがあるから判断しやすいよね。言わんやっていうのはさ、平でさえ苦戦する問題。言わんや受験生親みたいなね。もうまして受験生ならなおさらそうだいう話だから、そう考えるとこの時点でまあ言わんやでも 1,2,4 に絞れたりするわけだよね。であとはまあ文脈で、前後の文脈でこうしっかりと選択肢 1,2,4 の後を絞ってあげると、まあまあ大丈夫でしょう。でやっぱり最初に言ったように知識と文脈のバランスがいいから、知識だけじゃ絞り込めない。国立理系の子とかはさ、例えば早覚え即答法一冊やっただけでも、あと過去問とか、まあ過去問結構こなしてたらまあいけるはいけるんだけど、演習量が足りてない子なんかはこういう問題ちょっと解けないかなっていう感じはしますよね。知識身につけたら演習しないとダメですよ。いいですか？問い5、これはもう完全に文脈の問題ですね。ただまあこれは大丈夫でしょう。難易度は全然です。で、問い6も簡単。問い6も簡単です。で、問い7。問い7ね、いい問題ですね。はい、これもさ、分かったみんな。合致しないものだからね。今回、回答1番なんですけど、正直2から5はなんか微妙なような、合ってるような、合ってないような感じします。ただ、選択肢1に関してはさ、資料の中見てくれたら、長子は池が墨で真っ黒になるまで稽古を重ねたと。それに対して、人をしてこれに吹けること格のごとくなら、未だ必ずしもこれに遅れざるなりと。っていう風に、このこれはさ、長子のことでしょ。長子に遅れないよって言ってんだから、だから、調子には到底型を並べることができないと考えてたって真逆だよね。っていうことなので、1番と。やっぱり合致しないものを選ぶっていう、まあ解放テクニックというかね、やっぱり経験値が積んでないとちょっと2、3、4、5、どれもなんとなくそんな気もしちゃうからね。やっぱうまく作ってあるなと思いました。まあなので、まあ結論から言うと、まあ漢文はまあまあこれぐらい難易度でしょうと。評論もまあまあ第二日程の方が僕はやりづらいかなとは思った。小説はね、まあ似たようなもんか、もしくはやや以下してるかなぐらいですね。やっぱりまあもろセンター試験なんで。で、大門さんの古文、ここがね、結構満点とか取りやすくなってきたかなと。もしくは一罰で抑えやすかったんで、ちょっと平均点はどう考えても第一日程よりはまあ高くなる問題作りではあったかなとは思います。以上です。